平崎真由美は日本のバイオリン奏者である。2006年にヨハンゼバスティアンバッハ国際コンクールで第2位受賞。2008年にブルージュ国際古学コンクールで第3位受賞。フォルクバング音楽大学講師。コンチェルトケルンコンサートミストレース。ケルン在住。4歳でバイオリンをはじめ、ピアノや聖歌体での歌唱も経験。 東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校から同大学音楽学部に進学2001年よりニュルンベルク・アークスブルク音楽大学でウィーンフィル・ハーモニー管弦楽団の元コンサートマスターダニエル・ゲーデに支持同年ニュルンベルクでモーツァルト・フェアイン1829室内学コンクール1位2003年より 同教授のアシスタント、卒業後は同大学講師を務める。2006年からバンベルクで、教会音楽とオルガンを学ぶ。2006年に、ヨハンゼバスティアンバッハ国際コンクールで、第2位を受賞した際、審査員を務めたミュンヘン国立音楽大学、マリー・ウィテガー教授の勧めもあり、バロックバイオリンに転じ、2007年より、同教授に指示。また、 ルツェルンのジュリアーノ・カルミ・ニオーラに支持したほか、並行して、クリスティーネ・ショルンスハイムに、チェンバロとフォルテピアノを支持する、等、通奏低音、語楽演奏法を幅広く学んだ。2009年より、エッセンのフォルクバング音楽大学にて、バロックバイオリン講師、ブリュール城でのハイドンフェスティバルで、コンチェルトケルン芸術監督のマルティン・ザントホフと出会ったことを契機に、2011年以降、 コンサートマスターとして招かれる。その他、バーゼル室内管弦楽団、ラディビナ・アルモニア、アンサンブル・ヌーボア・スペート等に参加して、各国で演奏活動を行っている。平崎のソロは、名手、カルミニョーラと何年も一緒に弾いているかのような、完全に一致したスタイルで弾き切った。モダン楽器で聴き慣れているバッハのバイオリン競争曲も、 バロック楽器の名手たちの演奏を聴くと、緊張感が重なって一段と身が引き締まる思いである。広金正明、クラシックレビュー2014年12月号、加えて、バイオリニスト平崎まゆみが率いる、演奏家たちの卓越したクオリティ、彼女は6曲のコンチェルト中4曲で主役を担った。ウェルナー・フリッチ、 コンツェルトケルにエロフネン大無慈イクタが深い内面の感情が激しいボーイングに見て取れる。興奮したトーンと優しく踊るように流れ行く音楽の間で、神々しい様相の平崎真由美は言葉を用いることなく、キリストの受難を語る。ウドグッドなバイバーズソナケンをスとアイネバロカアンダックド踊るようなしなやかな身のこなしと研ぎ澄まされた感性によってコントロールされる弓。 作品の息遣いをまさに体現するものだ。長岡新、プレコンセール2016年2月から3月。ありがとうございます。